はい、こんにちは、マイチャンネル前原です。はい、今ですね、YouTube スペース東京のゲストルームだっけ？ゲストルームにいますね。はい、今日はですね、YouTube のウーマンクリエイタープログラムに参加されている鈴鹿彩子さんのコラボでやってきましたね。はい。はい、先ほどね、超すごいプラレールのレイアウト見ましたね。はい。あれすごかったわ。うん。あんなレイアウトできないし。うん。一周させるのに相当時間かかりそうだけどね。あとガッちゃんも今回同じ時間帯なんでね。うん。うん。で、また後でガッちゃんとも、うん、プラレールで走らせてみようかね。うん。うん、あとその後ね、ゆうてれさんも来るみたいだから。おお。楽しみですね。うん。はい。鈴川さんの後でちょっと登場してもらおうかね。うん。はい。では今から行きましょうか。はい。はい。とりあえず。走ってるみたいだよ、本当に。そうだ、あの辺対応しよう。スカイライナー、スカイライナーでも追いつけますかな。つけてたお、ガッちゃん運転してんの？あ、ちょうどいいとこだ、これ。あ、いいね、ここ。すごく良くない？この鉄橋の中。ここがレインボーブリッジの瀬戸大橋みたい。ねえ。はい、ということで鈴川さんに来ていただきました。はい、今日はお誘いいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、ね、すごいレイアウトだったね。ね、前々からね、あの私ももちろん存じ上げていて、動画とかもさせていただいてたので、ありがとうございます。こうやってね、今回コラボさせていただけて、ね、初めてですね。そうですよね。ありがとうございます。ちょっと一つ聞きたいことがあるんですけど、はい、自前ですか、これ。これは今回作っていただいたんです。あ、そうなんですね。このわかりますかね、 SZR ってここに書いてあるんですけど、まああの私の架空の鈴川レイルウェイを、おー、はい、そうなんだ、鈴川レイルウェイ、そうなの、全部オリジナルで、あ、帽子にもちゃんと入ってる、作ってもらいますと、制服とかも全部ラインカラーとかも入れて、いいですね。じゃあもうこれからどうこれに出ます。そうこれあの衣装に多分今後なってきますですね、羨ましい、はい、うちも作るか。おいいダメなの、ダメダメか。いいじゃん、似合いそうだけど、うん、ということで、はい、ということで今回ありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、またこれからもね、なんかプラレールとかよかったら、はい、一緒に、ね、はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。鈴鹿さんでした。ありがとうございます。わー、みんな楽しかった。楽しかった。